一夜経造は、日本の実業家、第一ホテル創業者、神奈川県出身。富士第一中学を経て、1912年東京高等、商業学校専攻部卒業、三井銀行入校。谷崎潤一郎は、中学の同級生。三代目、鈴木三郎ケは東京活高等商業学校の同窓で親しく、三井銀行上海支店長や、 三井銀行外国営業部長を経て、1936年に、鈴木赤持株会社、鈴木三栄の常務理事に就任した。同年、同窓で登園でもあって岩下家一に、新橋駅近くの土地を買って、ホテル事業を行うよう勧められ、小林十三の助言や、小林三代目、鈴木三郎介、鈴木道代、池谷翔太郎。 平沼良蔵らの出資を得て第一ホテルを創業し、1940年からは社長を務めた。1961年ランジ法省受賞。1966年第一ホテル会長。1970年第一ホテル相談役。1973年死去。社葬が行われた。衆議院議員を務めた、石材省の土屋大二郎は父。妻の富子は、 園田安方の次女、園田稔男爵の妹。第一ホテル社長や日本ホテル協会会長を務めた土屋和和長男。兄の隆三は金子元三郎元衆議院議員の養子。妹の会は柿沼谷倉本下野宝石社長の次男、柿沼昌二郎の妻。ありがとうございます。